こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは私が読んだ本を元にしながら人生を楽に生きることについてお話しています。毎朝気持ちよく目覚めていますか一日の終わりに疲れを感じることもありますよね。そんなあなたの心が少しでも軽くなれば嬉しいです。どうぞゆっくりと休んでいてくださいね。 さて、HSP という言葉を聞いたことがあるでしょうか。Highly Sensitive Person の略です。心理学で使われる用語です。誰にとっても人間関係はストレスのもとだと言われます。相手に嫌な思いをさせないように気を使って喋っていると、後になってからどっと疲れが出たりします。そのストレスのたまり具合、 疲れる程度は人によって様々です。人との交流があまり苦にならない人もいれば、とても負担になる人もいます。誰かに会った後、わけもなく落ち込んでみたり、人と関わるたびに辛い思いをしている人は苦手意識が強くなり、自分にも自信がなくなってしまいます。このようにとても敏感な人がいて、 相手が何を考えているのかや、その機嫌を敏感に察知し、それに応えようとするため、ストレスが溜まりやすいんです。人の気持ちだけでなく、音や匂い、光などにも敏感だったりします。このような気質を持つ人を心理学では HSP と呼んでいます。今日ご紹介する一冊は、 その敏感すぎる人について書かれています。タイトルは、ちょっと敏感な人が気持ちよく生きる本。著者は、園田淳子さんです。また、十勝宇都宮クリニック院長の長沼六夫先生が監修されています。この本では、敏感すぎる人の悩みやその対処法を、主に人間関係についてまとめられています。 敏感すぎて人間関係に悩んでいる人にとってはとても役に立つ一冊なのではないでしょうか。また敏感すぎる人だけでなくどの人の気持ちでも楽にするのに役立つはずです。今回は大まかなことだけご紹介しようと思います。もしもっと詳しく知りたいと思われた方はぜひ実際に手に取って読んでみてください。 自分は敏感すぎる方かもと思われた方には特におすすめです。ではご紹介しましょう。まず、敏感すぎるってどんなことでしょうかそれは心に搭載されているアンテナが高性能すぎるということです。しかもそれは特別なことではなく、 五人に一人が持っているごく当たり前の気質だそうです。実はそれは非常に優れた能力であり、その気質とうまく付き合えば人生にプラスになります。でもうまく付き合うためには見方を変えることが大切です。例えば同じストレスがかかる状況にあっても、このストレスは私のために絶対プラスをもたらす。 と思えば心が軽くなります。すると目の前の課題に立ち向かう勇気が湧き自分を奮い立たせることができるようになるんです。敏感すぎる人は周囲から神経質などとマイナス評価を受けやすいものです。それが続くと自分はダメだと思い込みがちです。敏感すぎる人は 自己暗示力が強いので、このようなネガティブな思い込みは、心や体に大きなダメージを与えます。だからこそ、敏感すぎる人は、自分自身のプラスの面をより知っておく必要があるんです。それがピンチの時にきっと助けてくれるはずだからです。敏感すぎる人は、 人の苦しみや悩みにも過敏に反応して苦しくなってしまうことがあります。これは責任感の強さから来るものです。そんな時はその悩みや問題が自分のものなのか、それとも他人のものなのかをしっかり見極め、人の課題まで抱え込んで悩まないようにすることです。 精神的境界性という言葉をご存知ですか一言で言うと、自分と人との心の距離のことです。人にはこの距離が近いタイプと遠いタイプがいます。近いタイプは相手の心の動きによく気づくので、いいコミュニケーションが取れたり、相手が求めるサポートを的確に与えたりすることができます。 また、相手に共感できるので、相手から好かれたり、絆を深めたりしやすいでしょう。ただ、それをうまく使いこなせないと、他人と関わるたびに、相手に振り回されるような気持ちになって、人間関係に苦手意識を持つようになります。そこで大事なのが、健全な境界を人との間に築くことです。 ではどうすれば健全な境界を築くことができるんでしょうか。人との心の距離が近い人に共通していることが優しすぎるということです。手助けは自分がしんどくならない範囲にとどめておくことが自分のためにも相手のためにも必要です。人の痛みや苦しみを引き受けるのは自分の仕事ではないと思うことです。 忘れないでほしいのが人は変えられないから自分を変えようという考え方です。人の状況を変えてあげるのではなくて自分を変えることにエネルギーを使うんです。自分が気持ちよく日々を過ごせるようになれば周りにもいいエネルギーが共鳴して他の人たちの状態も自然と好転していきます。そのためにもほどほどに 気持ちの良い距離を保った付き合いをしていけばいいでしょう。周囲の感情に左右されてしまう人の特徴に、共感力が高すぎるということがあります。共感力が高すぎるというのは、マイナスの要素に捉えがちですが、本来はプラスの能力、つまり身体感覚が敏感ということです。 なぜ周りに影響されやすい人とそうでない人がいるんでしょうその秘密は遺伝子にあります脳内にセロトニンというホルモンが分泌されますがこれは幸せホルモンとして知られていますこのセロトニンの調整係をしているのがセロトニン運搬遺伝子ですこの遺伝子には L 型と S 型がありますが敏感すぎる人は S 型遺伝子を持っている人が多いんですこの S 型遺伝子は環境に左右されやすい遺伝子だということが分かっていますですから環境次第でダメージを強く受けたりプラスの成果が人一倍出やすかったりするわけですつまり敏感すぎる人には環境を選ぶことがとても大切だということです 敏感すぎる人は一つ一つに強く反応し疲れてしまいます。それが毎日のように続けば不調に見舞われてもおかしくないでしょう。ですが、この不調は脳の働きによって立て直すことができます。脳には新しい回路を作ったり、回路を強めたり弱めたりできる学習能力があります。ですから、 何か刺激を受けたり、強い感情が湧いてきたりしても、それにとらわれないでいると、伝達に使われていた回路が閉じていき、刺激や感情に翻弄されにくくなります。そのための方法として、観察モード法というものがあります。これは、ネガティブな環境に身を置かざるを得ないとき、 観察者の視点に立って距離を置き、それに巻き込まれないようにするというものです。具体的に言うと、目の前に起こっていることはドラマの中のことだと心の中で唱えるんです。すると一歩引いた立場から冷静にその場を把握することができます。この観察モード法によって体の痛みや不調を軽くすることもできます。 痛いと感じている別人格が自分の中にいると考えてみます。他人ごとのように痛みを観察することで、少し痛みと距離を置いて、一体化を避けるんです。マインドフルネス瞑想も効果的です。1日10分でもいいので、呼吸に集中することで今に集中しましょう。 雑念が起きたらゆったりと川に流すイメージを持ってみましょう。これにより自分の思考と感情の間に隙間が生まれ感情が乱されることが減ってきます。敏感すぎる人の脳は感覚処理感受性という特有の働きがあります。それは脳が受けた刺激を情報として深く 徹底的に処理する力のことです。これにより入ってくる情報をすべて受け取り、きちんと処理しようとするので、適当に流すということができません。こうしたいわゆる敏感脳には、主に4つの特徴があります。1、刺激に敏感。2、受け取った情報の処理が丁寧すぎる。3、 行動にに移すのに時間がかかる。4感情や体の反応が大きいまず自分の心の癖を知ってそれを生かすように工夫すれば敏感な気質はコンプレックスの材料ではなく才能となって身を助けてくれるようになるでしょう脳が疲れすぎに陥らない工夫をしてみましょう。 脳が刺激に反応しすぎないようにするために3つの方法があります。1、強い刺激を減らす。例えば、テレビは録画で見るようにすると苦手なシーンが出てきても早送りで飛ばすことができます。音が苦手なら外出時に耳栓をしたりヘッドホンで音楽を聞いたりするといいでしょう。光に弱ければ、 サングラスや日傘などを利用しましょう。人混みが苦手なら外出を控え、買い物も近所で済ませたり、インターネットを使ったりできます。通勤電車が苦痛なら車での通勤に変えてみたり、職場近くに引っ越すというのも一つです。また、こまめに一人になれる時間を作りましょう。2 環境を変える。三、脳の上書き修正。脳の癖を変えてしまう方法です。一つは運動。誰でも適度に体を動かすと心まですっきりしますよね。それを利用します。忙しくて運動する時間が取れない人は日常生活の中でできる軽い運動を続けることでも構いません。 例えば、エレベーターやエスカレーターを利用せずに階段を使うとか、買い物に行く時に少し遠い店まで歩いていくとか、工夫次第で体を動かすことはいくらでもできます。二つ目に、自分の気持ちを大事にすることです。敏感すぎる人は人一倍他人の心がわかってしまうので、相手の気持ちを損なわないように、 自分の心を抑え込んでしまうことが多いです。そして強い疲労感に見舞われるんです。ですから自分の感情を抑え込まないようにしてみましょう。また苦手なことを後回しにするのも効果的です。例えば人と会うことがしんどいのに断り切れずに出かけていって疲れるというより、それは後回しにして 先に自分が気持ちよくなることを優先してみましょう。最後にいいこと探しをしない。無神経な相手に対して、それでもどこかいいところがあるに違いないと無理して探す必要はありません。嫌だと感じる自分の本音を抑え込まないようにしましょう。これらのことを続けていると、 脳のネガティブ思考が上書きできるのはもちろん人間関係にも変化が起き始めるでしょうもともと人の心を察知することにかけては大変優れているんですからあなたの人気も急上昇になること間違いなしですよ人と接することについて強い苦手意識を持ちそんな自分に自信を持てなかった人が 自分の心の状態をよく見つめ、少しずつ他人の心との程よい距離を保つことができるようになったら、自分に対する自信もどんどん出てくるようになるでしょう。生まれ持った性質だからと諦めないで、ちょっとした練習次第で自分を変えることができます。そして、その気質をプラスに発揮することで、人生がもっと明るいものになるはずです。まず、 できることからやってみてくださいね。今日ご紹介したことはほんの一部です。もっと詳しく知りたい方はぜひ本書をご覧ください。あなたに明るく輝く明日が待っています。この話に共感していただけましたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。